にちは、チーキーパレードの鈴木ゆりやと、はい、私右山誠役を演じさせていただきました甲田直子です。甲田さん、お久しぶりです。お久しぶりです。本当にお久しぶりです。声が30歳ぐらい老けた気がする。気のせい、気のせい、大丈夫大丈夫。気のせいですか。そう大人になっちゃったのかな。はい、あっという間にね、本当に。いや久しぶりで、久しぶり、ちょっと大人っぽくなって。そうなんです、ちょっと前髪伸びて。あ、素敵ですね。はい、大人になりました。いやこの作品ね、私本当に最初に台本をいただいて、はい、そのオーディションを来させていただいたんですけど、絶対にやりたい役だなと思って、本当に気合を入れて参加させていただいて、本当に演じることができてとても幸せな思いで、それで皆さんにね見ていただいてとっても嬉しいです。はい、で次はなんともう2話が、はい、始まるんですよ。いやドキドキします。私ドキドキしますね。でも1話を見てくださった方から、うん、ツイッターとかブログとかでコメントいただいたんですけど、うんうんうん、もう早く続きが見たいと言っていただけてたの で、ね、その大好評の明かりの向こう、うん、第2話、はい、ぜひたくさんの方に見てもらえたらなと思います。それでは見てください。どうぞ。最後にまたここでやれるのは本当嬉しいよ。またいろいろと書いてきたからよろしく頼むな。おはよう。おはよう。おはようございます。ごめん、起こした？ いえ。噂には聞いてたけど、本当にここで寝てるんだね。はい。居心地は？まあまあです。誠さんの知り合いで、今度ここでレコーディングさせてもらおうと思ってね。誠さんいる？あー寝てるかも。昨日遅くまで作業してたから。ねえボスケと一緒にしないでくれる？あ、どうも。うっす、金ちゃん久しぶり。そういえばさ、ん？一大さんもよく寝坊してたよね。そうそう。これはきっと血筋ね。あかり、この人はシンガーソングライターの遠山五樹さん、通称金ちゃん。金ちゃんって言うと聞こえがいいけどね。自分のバンドを解散して仕方ないから一人で歌ってるだけ。立花あかりです。遠山五樹です。よろしく。よろしくお願いします。よし、じゃあ打ち合わせすっか。曲持ってきた？あ、うん、何？先ほど楽器や機材たちと何か話してませんでした？何？金ちゃん妄想癖？聞こえちゃった。実はこいつらにも今度よろしくって挨拶してた。話せるんですか？楽器と？いやいや、そんな気がするだけ。でもこいつらにもきっと心があるんだなって思ってる。ありますよ。だよね。どうした二人とも？私昼食作ってきます。食べますよね？俺もいいの？もう昼食よ、ネーボスケ。はい。面白い子だね、あかりちゃん。金ちゃん、あかりにギター教えてやってよ。え？暇でしょ。相変わらずきついな。でも真実だから何も言えない。あ、それ一大さんのストラトっすね。うん、これをどうしても弾きたいんだってさ。いいんじゃない？
そういえば誠さん、ん、本当に禁煙したんですか。まあね。へえ。何よ、なんかその目白くない。まさか。初めてね、1週間持ちこたえてる。ただね、もうね、限界なんだよね。何よ、冗談よ。冷めちゃう。ああ、ごめんごめん。あかりちゃんの作ってくれた焼きそば先に食べよう。そうね。よし、いただきます。いただきます。うん、うまい。これあれでしょ、ソースとかいろいろ使ってるでしょ。おたふくとかケチャップとかいろいろ。これ正解、うまいよ。うん、うまい。まあ、あかり、けんちゃんがね、ギター教えてくれるって。え、ほんと。あ、いいよ。おっしゃ。今回のレコーディング代はあかりのレッスン費用で負けとくから。すいません。いいってことよ、気にすんな。誠さん、私の少しあげる。うん、うん、はい、うん、俺のも少し。お、たくさんした。はい、ちょっとだな。うん、ちょっと待って、これたくさん食べれないよ、こんなに。ギターの先生できてよかったね。うん、あかりさん、いい先生ができてよかったですね。僕もキンちゃんさんが好きなんです。モニちゃん、どうして。歌を聴けばその人の気持ちがよくわかります。その人がいなくなっても歌はちゃんと残るんです。キンちゃんさんの歌はよく知っています。僕好きです。いい歌なんだね。キンちゃんはバンドやってる時ギター全然弾けなかったのよ。けれど弾けた方がいいって一大さんに教わってみるみるうちに上達したの。そうなんだ。また金ちゃんの歌を取れるんだわ。あの人はきっと私を選ぶわ。さっき私と目が合ったもの。冗談、絶対私よ。いえいえ、そうとは限りません。私、きっと私です。私よ、私、あの人たち何て言ってんの。金ちゃんのレコーディングでどっちのマイクが選ばれるか真剣対決だね。昔からよく見る光景ではある。こっちゃんです。ポンポン。結局のところ、あなたたちがいくら頑張っても私の仕事が一番大きいんだから、みっともないから小さな争いしないでくれる。おっぴーちゃんのお出ましね。バン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 。ピーちゃんって呼ばないでって言ったでしょ。誰？見ての通り、パーソナルコンピューターの PC さん。今のスタジオ録音は彼女がいなくちゃ始まらないんだ。そりゃデジタルは便利。でも音楽制作はみんなの良さがあってこそいい曲ができるのよ。そうじゃそうじゃ。あかりちゃん、はじめまして、仲良くね。 PC さん、どうぞよろしく。こっちの世界にもいろいろとあるんだね。どこの世界も厳しいもんよ。そういえばみんな今朝金ちゃんとなんか話したでしょ。どうしたの？最後の歌を取るって言ってましたね。金ちゃんとのデュエットはもう最後かもしれないわね。最後って？もう歌わないってことね。金ちゃん、ありがとうってお礼言ったわ。まだ私何もしてないのに。進んで行けばいい。乾いた風に吹かれて、何もかもがそれでいい。そんな日々が流れて、歩き続けられたらいい。明日が変わらなくたって、そんな日々が新しい。足を止めることなく、歩き続けられたらいいね。やっぱりあかりちゃんは制覇が苦手だよね。これ無理、むずい。俺も最初は苦労したよ。一つ一つできるようになったとしても今度はコードチェンジでつまずく。でも
練習を続けてれば不思議といつか抑えられるようになる。私は無理かも。そんなことないよ、ここまでできたんだから。私絵嫌い、指痛いし俺も最初はそう思ったよ、こんなことできるわけねえだろっつっていつも弱音吐いてさ。でもそんな時はいつも一大さんに怒られた。おじさんに？ああ。でさ、続けてるとさ、できる時っていうのはね、不思議なんだよ。何の前触れもなくやってくんの。この F もね、前日まで全然できなかったのに、突然できるようになった。へえ。こう、指が慣れてくるっていうかさ。じゃあ私も頑張って練習する。よし。うまくいかないことばかりだけど、ギターは練習すれば必ずうまくなるから、諦めちゃダメだよ。これ一大さんの言葉。金ちゃんを諦めたことある？そりゃ諦めの連続だよ。いいことばかりは続かない。まあやるだけやってダメなら仕方ないかな。諦めも肝心な。やったぜ。あれ、金ちゃん帰っちゃった？今さっき帰ったよ。そっか、残念。私タイムもあったのに。今行けば追いつくかも。まあ、よいしょ。いや、ちょっと見てくる。ちょっと、上がり？上がり？あれは沙織ちゃん、ケンちゃんの彼女。へー。あの二人昔からくっついたり離れたりしてる。そうなんだ。でもこの度めでたく結婚すんだってさ。え、お祝いに夫婦じゃん渡そうと思って。だから音楽活動やめちゃうんだ。ケンちゃんから聞いた？今回の歌で終わりにすんだって。彼女の実家の仕事手伝うらしいわ。明日のレコーディングで最後。まあそういうことになるかな。うん。あ、何？あかり、もしかして失恋？なわけないじゃん。いやそうでしょ、今遠い目をしてなんか。いや怪しいぞ。やけ酒する？付き合うよ。未成年です。うい、ついてこい。金融席だ。分かってるね。あのさ、近所にね、緑の長距離の店があるの。そこに行こう。はい、係受けない。え、危ない。およよよ、まことさ ん、 ん、外に金ちゃんのファンの方がおりますが、どうしましょうか。ああ、よく見る子。金ちゃんのことが心配でしょうがないって顔してる。席はまだ空いてますけど。そうね、どうする金ちゃん。招待でいいかな。いいよ。中へどうぞ。え、遠山いつきのスペシャル限定ライブ in シュガーレスタジオ、ご招待のチケットが当たりました。最後の曲ですけど。ありがとう。
一日が終わりました。疲れた体を引きずって家路へと歩いて、つまずいて立ち止まり、切なくて泣きそうです。さよなら。今日も一日が終わりました。疲れた体を引きずって家路へと、歩いてつまずいて立ち止まり、切なくて泣きそうです。夕暮れに。いい時は長くは続かない。そんな時ほっといてくれと言いたいところだけど、正直最後に助けられるのは人と人とのつながりだったりする。あかり、これから先辛いことが続いても精一杯前を向いていれば、それはポジティブなメッセージになるよ。花火の後の寂しさを想像してみてごらん。一つの季節が終わる切なさだけど、それはきっと悲しみじゃないよ。 Your Family 一代。なんだあかり、泣いてるの？なわけないじゃん。私も金ちゃんみたいに素敵な歌が作りたいなと思って。あかりにはまだ無理だよ。練習する。うん、よし、その息だ。また一つ歌が残りました。うん、ごっちゃんです。ドッドゥ、ごっちゃんです。ベンペペペン。じゃあね、バイバイ。バイバイ。カレンダーに記したたわいない暮らしも誰かと出会ったりする。はい、ありがとう。はい、お疲れさん。あっ、何考えてんの？うん、別に。あかりはこれで金ちゃんが音楽やめちゃうと思う？うん、きっと音楽は続けると思う。私もそう思う。